スタジオ調子いいですよね。ちょっとないことになってる。ちょっと目覚まけますか。
ただきます。もうね、うまいっすよ、ほんま。ありがとうございます。ご飯がちょっとこう固めなのが好きですね。味もちょうどいい。もううまっ。これだって600円っていうも破格のボリュームもすごいですね。ボリュームも味も、うん、600円ね。なんかこれをやっぱり、なんだろう、めがけてくる人めちゃくちゃ多い。うまっ。はい、オーライケンさん、何年ぐらいされてらっしゃるんですか？76年。1948年。もう本当に70。僕が98年生まれなんで。そういうことですね。そこはデカ盛りなんだ。ラーメンも。はい、ということで今日は約70年近く続く中華料理屋さん、蓬莱軒さんですね、表町の。もう岡山のね、老舗っていうか、中華といえばここみたいな感じですよね。どれぐらいやられてるんですか？1948年からって言ってたんで、76年ですよね。親子で今3代、昔のおばあ様の代から 3代目って言われてるから、結構続く、そうですよね。はい、結構岡山県市内だったら結構古いになるんじゃないですかね。だと思いますね。なんかこうパンチがないみたいに言われてましたけど、パンチないことはないですね。そのシンプルがもうすごいいいっすね。シンプルイズザベスト。金額も600円とかもう破格ですよね。結構ボリュームもあって。焼き飯どうでした？チャーハン。焼き飯は、はい、あの、なんだろう、もう男性好み。味はめちゃくちゃこう濃いとかではないんですけど、ご飯がちょっと固めで、男の人はめっちゃ好きなこう味わいだと思います。パラパラみたいな、サラサラみたいな。量もちょっとこう大盛りぐらい、普通で言うと。はい、なんでこれはなんかこう食べに、また食べに行こうっていうか、なんか思い出したらこう食べに行きたいなみたいな感じでしたね。はい、美味しかったです。ラーメンはどうでした？ラーメンもあのシンプルで、もうオーソドックスな中華そばっていう感じで600円で、ああいう感じのラーメンが絶えず続いてほしいなというか、はい、ね、そんな感じですかね。ありがとうございます。はい、じゃあ最後に、はい、もう岡山といえば蓬莱軒、ぜひね、大佐もすごい優しいし、スタッフの方もすごい接客がいいんで、またぜひ皆さんお越しになってみてください。インスタもめちゃくちゃ頑張られてるんで、フォローもぜひよろしくお願いします。